右手側は前方にはこれより渡っていきます。赤い橋、奥多いレインボーブリッジがご覧いただけます。この橋の長さは約474メートル、湖の底の高さは約70メートルあります。この橋の中央部分に次に停車いたします。奥多い工場駅があります。奥多い工場駅は全国の珍しい湖の上にある駅です。レインボーブリッジという同じ名前の橋が東京都にもありますが、こちらの奥多いレインボーブリッジの方が約3年ほど早く完成しています。雄大な湖の景色が広がっています。また橋を渡り始めまして、進行方向左手対岸にはかつて行かせましていた線路ではトンネル鉄橋がご覧いただけます。先ほど走行してまいりましたアプト新幹開業前の平成10年10月1日までは左側対岸をこの行かせが走っていました。この線路とは湖の水位が高くなってきますと湖の中に沈んでしまいます。現在湖の水位は取らさせないため、このように線路を